より広い世界への挑戦、大学が進むべき未来です。より高いレベルへの挑戦、南国大学校の理想です。建学60年の歴史と未来創造の意思を一つにして、南国大学校が世界に羽ばたきます。未来への限りない挑戦、その中核に南国大学校があります。 Striving for the highest standards, 南国 University。第二次世界大戦の終戦とともに大韓民国の基盤を築いた1947年、南国大学校は開校以後初めての4年制私立大学としてその門を開きました。韓国初の地方キャンパスをチョナン市に設立し、大学教育史の新しいページを開いた南国大学校。今日ニューミレニアムを迎え、新しく挑戦する南国大学校は、韓国で初めてメインキャンパスをソウルから京畿道へ移転させ、新しい歴史を切り開いています。情報化時代をリードするデジタルキャンパス、毎秒 10GB の情報通信網をはじめ、全ての講義室にはマルチメディア教育が可能なインフラを構築し、世界最高レベルの IT キャンパスを実現します。豊かな自然に囲まれたグリーンキャンパス、170万平方メートルの緑地と湖を背景に、キャンパス内どこででも美しい自然を楽しむことができます。また多様な福祉施設を備えたヒューマンキャンパスで、最先端の未来教育を施行します。建学60年の伝統と救国、自主、自立の建学理念を継承し、グローバルスタンダードにふさわしい教育研究施設を備えたチュクチョンセントロキャンパス、伝統と革新が共存するキャンパス、最高レベルの教育を保障する大学、南国大学は21世紀型キャンパスを施行します。南国大学校は最先端のハードウェアに最高レベルのソフトウェアを装備していきます。創造性に長け、高い教養を持ち奉仕するエキスパートは、南国大が追求する理想の人間像です。創意力と選手性、教養と人間味あふれるエキスパートは、南国大が育成する人材像です。現在南国大学校はこのような人材像実現のため、大規模な教育課程改革を推進しています。人材開発院を設置後、教育課程の改善を行い、教養教育と英語教育を大幅に強化しました。全ての学生は在学期間中、歴史、情報通信、討論式ゼミ、社会奉仕関連科目、専門領域別の基本教養を必ず履修しなければなりません。また英語も一定レベル以上の公認成績を取得し、会話および実用英語を履修しなければなりません。各学科での教育課程の現代化を持続的に推進していくために、全ての専攻科目において教育課程と教育効果を自主的に評価できるよう、専攻教育認証制を導入しました。卒業困難な大学、客観的基準と自発的評価を通し認定されていく教育課程の確立、これが南国大学校が施行する教育改革の目標です。韓国経済の中心に新たにそびえ立つチュクチョンキャンパス、
地方化時代の革新拠点、チョナンキャンパス。南国大学校は建学60年の伝統をもとに、世界へ飛躍するための土台を確立する大型プロジェクト、グローバル A プラスビジョン2017を宣言しました。教育、研究、施設、業務、財政、奉仕、国際交流の7つの分野と21の革新課題を選定。今後10年間、5400億ウォンの予算を追加投入する予定です。開校70周年を迎える2017年までに専任教授の確保、学生奨学金の支援、外国人専任教授の確保、海外派遣交換学生の推進、国際学術史論文の掲載などの主な指標を韓国私立大学の最上位圏内に引き上げます。グローバル A プラスビジョン2017プロジェクトにより、南国大学校は韓国の大学トップ5に飛躍できるでしょう。人類共同体の未来を切り開き、グローバルな人材を育成する大学、常緑の松のように力みなぎる青年の精神で最高レベルへ挑む大学、南国大学校は未来への先導を果たします。